なんで俺がこんなことしなくちゃいけねえんだよ。たく。おい、ケンシロウって言ったな。キサナの命令だから仕方ねえ。エデンって街を案内してやる。その前に何か質問あるか。エデンについて教えてくれ。今俺とお前がいるこの町の名称だ。誰が言ったのかは知らないが、いつの間にか人々からエデンって呼ばれるようになった。エデン、楽園という意味が込められているんだな。まあこの町の力は隣接するスフィアシティって施設によってもたらされている。スフィアシティ。町の後ろに山をくり抜いた空間が見えるだろう。あれがスフィアシティだ。透明の壁に覆われたあの不思議な建物のことか。核戦争前からあった何かの施設らしいが、詳細はよく分かっていない。だが今も施設は稼働していて、外壁のパイプ内を大量の水が循環している。電気も発電されてるんだ。旧世界の発電施設か何かか。おそらくそうだとは思うが、エデンではスフィアシティの仕組みを知ろうとすることは禁じられている。施設の中に入るのもご法度だ。随分厳重に守っているんだな。触らぬ神にたたりなし。奇跡の施設スフィアシティを守るのも俺らエデン衛兵隊の仕事ってわけだ。謎の施設からもたらされた無限の資源によってこの町は成り立っているということか。さあ、そしてその町を統治するのがあのキサナってわけだ。あのキサナって女について教えてくれ。あの女は何者なんだ。おいてめえ、口の聞き方に気をつけろよ。キサナはこの町の統治者だぞ、聖女だぞ。呼び捨てにすんじゃねえ。キサナ様って言えバカ野郎。お前は呼び捨てにしているだろう。恋人か。俺とあいつは、名代様がこの町を開発した頃からの知り合いなだけだ。名代？キサナの父ちゃんだよ。核戦争後、あのスフィアシティを最初に発見したこの町の創造者さ。エデンを作った男か。強くて賢くて、誰にも優しい。そりゃ偉大な方だったよ。だが3年前突然死んじまってな。それ以来娘のキサナが名代様の後を継いでエデンの統治者となったのさ。そういうことだったのか。エデンを囲んでいる城壁もそれを警護する衛兵隊も全て名代様がスフィアシティを悪党から守るために作ったもんだ。悪党？ああ、お前が囚人闘技で戦ったような荒くれ者から組織だった盗賊集団までいろいろだ。ここ数年は凶悪軍という軍も襲撃してきている。狙われてばかりだが俺たちの力で守っているってわけだ。お前は確か衛兵隊の隊長なんだったな。おうよ、俺がこの町の治安を仕切るエデン衛兵隊隊長のジャグレ様よ。お前はどうしてこの町に来たんだ。簡単な理由さ。水や食料を求めて家族一同この町に移り住んだんだよ。家族がいたのか。つっても親父も母ちゃんも死んじまったんだけどな。今は俺一人だ。そうだったのか。衛兵隊に入ったのは3年前からだ。
それから毎日町の治安を守り、体を張り続けた結果、見事衛兵隊のトップ、衛兵隊長に上り詰めたってわけよ。そうか。ところでさっき家族で移住したと言っていたが、かつては人の出入りが自由だったのか。そうだな。ま、俺らが移住してきた頃は城門も衛兵隊もない集落みたいなノリだったからな。そこから町の創始者である名代様が町のルールを決め、それを守るための衛兵隊を組織し、城門を作った。今のエデンの原型はその頃にできた。それからは外部の人間を受け付けなくなったと。知ってるとは思うが、キサナが発行した許可証があれば外部の人間がエデンに入ることも可能だ。だがあまりにもエデンの物資を求めてやってくる者が多いから、今は治安維持のため入出制限しているのが実情だな。ユリアについて何か知っていることはないか。ユリア？ああ、確かお前が探している女の名前だったな。あいにくだが俺は何も知らねえよ。つうか本当にこの町にいるのか。どういう意味だ。だってよ、これだけ衛兵隊が目を光らせているんだ。そのユリアって女がもしエデンに入ったんだとしたら、俺に何かしらの報告があるはずだ。お前も全く知らないというわけか。ここ一年くらい外部から入ってきた奴といえば医者や大工に商人、あとはおめえみてえな牢屋行きの連中くらいなもんだ。そうか。ほら次に行くぜ。もたもたしていると日が暮れちまう。はい、行くぞ。あ、こっちだ。ったく、どこをつき歩いてんだよ。